私は不条理不通を免疫が切れた時に水網の制約に声をかけてしまった。ねえやめなよ。口をすいで狙ったし頬もどうでもよかった。先を越されるのか何個もふざふだった。三つ編みの子が語るどっかで聞いたようなこと。運命の希望だった。どうしても愛されたかった。ふざけんなそんなことくらいで私の先を越そうだなんて。欲しいもんだってに入らないなんて笑われたことすらない。虹網の方は消えてた。さっきようこそは幸福を命じかけたらそこに背の低い女の子。まだ声をかけてしまった。背の低い子は語るクラスでの孤独を無視されて奪われる居場所がないんだって。ふざけなそんな孤独だで私の先を越そうだなんて。それでもうちでは愛されてあったかいご飯もあるでしょ。お腹が空いたとないって背の低い子は消えてた。そうやって何人かに声をかけて追い返して鳴らしてしまう。初めて見つけたんだ似たような悩みの子。何人目かに会ったら黄色いカーディガンの子。牛に帰るたびに増えすぎる朝を消し去ってしまうため、ここに来たのを見た。口をすいで寝たたし本当はどうでもよかった。思うでもいいなことでも声をかけてしまった。ねえやめてよ。あるしよこの子は止められない。私には止める資格がない。それでもここからは消えるよ。君を見ているとうれしいんだ。さよはやめておくよって目を伏せたまま消えてった。今日こそは誰もいない私ひろみだし誰にも騙されない騙しで溢れないカーディガンはねいいね。三つ編みをほどいて背の低い私は今から飛びます。